あーやっていきますか今日も。あーいやー俺ね非常にねテンション下がってるんですけど、まず昨日の夜くらいから、なんでかわかるよね。あーこれ回避の確率 97.65210825.79%。 どうせこの動画のコメントにもさエクスタ2っていっぱいコメントくるんだろうな。もうやだよエクスタ2とか。なんだよエクスタ2って、完全に語呂がポケスタ2みたいな感じになってますやん。なんで俺の記念すべき銀の盾に刻まれる名前エクスタ2なんだよ。もうただの誤植やん。まあでも俺も男だからさ、ちゃんと言ったことは守るし、エクスタ2ってちゃんと銀の盾に名前刻むよ。今後まあ多分近いうちに YouTube、Google さんから銀の盾を申請するための URL が貼られたメールが届くと思うんだけど、その URL 飛んでちゃんとエクスタ2って自分で入力して銀の盾申し込むよ。ちゃんと実写動画も出してやるよ届いたら。それで嬉しいんだろお前らチキショー野郎どもは。昨日の生配信の名前が決まった時の瞬間のコメント欄マジヤバかったぞ。ケラ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 バカにしてさ、ほんと性根腐ってるよ人のさ。え、押し出した KFG イソピッピ、またカズヤかよ。何 KFG ってケンタッキーフライドゴキブリ。え、は何しゃがんでくれちゃってんの。そんな即死コンボ決めて嬉しくなっちゃった。マジでお前フライドゴキブリにすんぞ。やめろやめろ本当にやめろ。もうつまんないゴキブリが、こいつぶっ潰す。お願いしますじゃねえんだよ。俺今日機嫌悪いんだマジで。昨日の夜くらいから俺すこぶる機嫌悪いんだ。めっちゃイライラしてんの。そんな中俺を煽ってさらに怒らせてんだお前は。あーもうこれただでさえイライラしてんのにムカつく。もっと、あーもうやめろ財布バカ。は、何してんのお前。銀の盾にさ悪意を持った視聴者が決めた変な名前刻まされたことねえだろ。エクスタ2だぞ俺、エクスタシーなのに。俺の気持ちわかんねえよな。そんな中おめえ煽りやがってよ。ただでさえイラついてんのに。なあ、うーイライラする。どいつもこいつも俺のことバカにしやがって。ぶっ潰すぞこいつ。 KFG ケンタッキーフライドゴキブリあげてやるよお前。ゴキブリの唐揚げにしてやるよ。ここで決める。待ってこれやばいかも。行って早く。よし成敗完了。またカズヤ、今日カズヤ多い日かこれ。マジ今日やべえわ。今日の VIP カズヤしかいないとは言わないけど、リアルに2回に1回カズヤ来る。ゴミや、たまにあんだよなそういう日。まあもうそうそうね、やっぱ夏でね暑くなってきてるからゴキブリもまあそりゃ湧くわな。害虫駆除の季節か。なんか生きてるし。俺成敗師なんだけどね。害虫駆除師じゃないんだけど。はい、その崖外出されたらビームするやつかもだから。ぶっちゃけ、いやーでもそれにしても昨日の配信濃かったな。みんな昨日の配信見てた？なんかいろいろ濃くなかった昨日。しかも俺の決めたさ17杯までって、その17杯っていう数字めっちゃ、え、俺も知るの？その17杯っていう数字めっちゃちょうどよくなかった。いや本当はねちょっと逃げ切りたかったんだけど、まあでも配信的には最後までハラハラする展開になったから、まあ、そこだけは良かったけど。いやマジ俺逃げ切れると思ったんだけどな。
最後のあのワドとかいうやつマジで許さねえわ。なんかあいつが一番腹立つ。それまでにも16人に負けてはいるんだけど、あいつがなんか一番腹立つわ。やばい、マジ昨日の配信のこと話すと愚痴しか出ない。はてめえ破滅へのロンドだ。恥ずかしすぎ。ねえねえ、もう今日やばいよ本当に。マジで2人に2回に1回ゴミが来る。もう何なの、やめてよ。ちょ、俺今さ戦闘力上げてんだから。これでもうわ、最悪今踏みに行ったんだけど踏めなかった。日曜日って数や多いの。まあでもなんかめっちゃ勝ってるからいいけど、しかもなんかまあまあ戦闘力高いんだよな。今日のゴミ屋たちは。ゴミ屋普通に戦ってて思んないから、なんか話しよう。何の話しようかな。あ、昨日の配信みんなどうだった、楽しんでくれた、ちょっとコメントで書いて感想を。いろいろね盛り上がりどこあったよね。まあ俺の名前がまあ変な名前になったっていうのとか、あとなんか謎の免疫不祭りとかで、昨日マジメンバー350人増えたからね昨日の配信で。はてめえ、おめえ分かってんの、負けてっからね、言っとくけど勝ってから俺や、リードしてから俺や。なんでお前らってさ、なんでこのゴミ扱いって負けてんのに。うめえな、おりゃ、ここで葬る。このルートは回避に横スマが刺さってバーストする確率 97.1。 のび太さん対戦お願いします。のび太さんってなんか言うのやだな、静香ちゃんみたいね。あー、マリオか。もうコンボキャラしかいませんやん今のスマブラのビップマッチは。ちょ怖いから。最近なんかめっちゃマリオのさ即死食らっちゃうんだよね。はい、落としていく。あ、そういえばね、あの昨日俺ね銀の盾に名前刻む配信やってめっちゃ泣いてたんだけど、まあなんで泣いてるかはまあみんなわかると思うんだけどね。でめっちゃ泣いてたんだけど、昨日魚民飲み会友達から誘われてて、俺行くって言っちゃってたから、もうあんま気分じゃなかったけど、とりあえず行ったんですよ魚民飲み会に。でまあ割とさ俺イライラしてて、昨日の配信でイライラもしてるし泣いてるし、まあそんなコンディションでね行っちゃったもんだから、めっちゃ酒飲んじゃってクソ酔っ払っちゃったので、俺記憶なくないんだけど、なんかめっちゃね酔っ払いすぎてて、あの一緒に魚民に参加してた女の子にベタベタ絡みまくってたんだって。でそれで俺がめちゃくちゃ酔っ払いまくって、その女の子に絡んでて、でさらにチューしてるところを酔っ払ってね、記憶ないんだけど、そのシーンをねちょうど友達に動画に撮られていて、でその動画をなんか俺酔っ払った勢いでなんか X とインスタグラムにフォローしてくれてる時限定でアップしちゃってったみたいで、そしたら朝起きたらその動画がめちゃくちゃバズってて、100万いいね、98万リプコメントくらい来て、リプターコメントの内容もエクスタ2さん酔っ払いすぎとか、エクスタ2さんめっちゃベロベロやんとか、エクスタシーさんめっちゃ女の子にキスしてますやんとか、私もベロベロになったエクスタシーさんの隣でチューされたいですみたいなね、なんかよくわかんないリプとはコメントしてるやつらもいてね、割とバズってたんですよね。まあなのでまだね、その俺がね記憶ない時にあの撮られて、そのまま記憶ないままあげちゃったエクスタシーさんの酔っ払い動画見てないよっていう人は、ぜひあの概要欄からセ・エクストンでフォローしてね見てみてくださいと。ちょっとあれ過激なんでね消すかもしんない、早めに見とかないと、ワンチャン消すかもしんないんだけど、まあでも俺結構自撮り画像とかプリクラとかね、なんか自分の写ってる動画とか割とアップしてるんで、フォロー限で、まあ、フォローした時もうその動画消されてたとしてもね、フォローしておいて奥にあの損はないんで、ぜひフォローしておいてくださいということで、ちょっとこれまずくね、あっ、はい、ということでこんなとこですかね。いやー、ちょうどね1450万いきました、ついに。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいけど、めっちゃゴミ屋いっぱいいた、もう本当に嫌だった。
これゴミ屋マッチってくらいゴミ屋いてね、まあでも結構てかもうほとんど勝ったんで、まあそれでね割と戦闘力も高いゴミ屋ばっかだったから戦闘力もねぶち上げられたんですけど、さあということでね、次はチャンネル登録10万人突破したんで、もう一つの目標戦闘力神目指したね配信近々やっていきたいと思いますので、まだチャンネル登録と高評価しない方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントとね概要欄からせ X インスタグラムフォローもできますので、ゼロゼロゼロお願いします。ということで次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。エクスタシー。あとちなみに次の動画はガチ5先対決です。ゲストは誰かはお楽しみに。